まあ、秋山監督にとってはこの松田が戻ってきてくれたのが、はい、すごく大きいと思いますね。いいですよね。三遊間破りました。ノーアウトで松田が出ました。この松田の特徴というのは今のようなこう難しいボールでもバットコントロールでこれアレンジしていけるんですよ ね、 すね。今のようにこう体勢を崩しかけていながらバットでしっかり振り切る、はい、これがホームランになったりするんですよ ね、 これはね、はい、ノーアウトで松田が出てそして国防を迎えます。まあ、各選手が非常によく走ります。ソフトバンクは全部で144走りました。この打球は詰まっている。どうかな、どうかな、フェアだ、フェア。面白いところに落ちました。松田は三塁に。完全に詰まっていました田村の当たりですが、誰もいない一番こう野手から離れたところにポツンと落ちました。どうしようもないヒットですね、どうしようもないですね、はい、野手は誰も追いつかないと思いますね、はい、これボールとしてはインサイドを厳しく攻めたと思いますが、はい、まあ、田村もね、はい、しまった、打ち損なったという感じですからね、そう、一塁塁上でこの拍手をして喜んでます、はい、しまったというあたりが結果ヒット、はい、まあ、これが野球ですけどもね、はい、シーズン中の打点は14打点。やるか、あっとこれはうまく殺した。スクイズできました。やはり来ました。完璧でしたね、難しいボールだったと思いますが、そうですね、まあ、データから言っても今宮は牧田に今シーズンは9打数ノーヒット、はい、ですからスクイズは当然考えられるところで、これで体の正面で、よく前にね、詰まったっていうのがまあ幸いしてるんですけども、ベストの打球ですよね。そうですね、よく殺しましたね。